一回死んでしまってもおかしくないような経験をしたからです。まあ喋るよりもその時の映像があるので早速見てもらおうと思います。ただ、これ見た時にちょっと気分が悪くなったりする人もいるぐらい、まあ、ショッキングな映像にはなるのでスキップしてもらえればと思います。ではご覧ください。今見てもらった通りです。フットサルの試合中に相手のシュートがたまたま胸に当たってしまって心肺停止になりました。どんな状況だったかっていうのをお話しさせていただくと、これ2015年の5月4日です。フットサル多摩ステージというところで、まあ、フットサルの全国大会があって僕がその試合に出場していました。予選リーグが3試合 あってでそれが3試合目で勝った方が次の日の決勝トーナメントに進めるっていう、まあ、大事な絶対に負けられない試合でした。であれが前半の半分ぐらいの時に、まあ、0-1 で負けてる時かな。でゴール前でピンチだったのでスライディングする形で相手のシュートをブロックしました。それたまたま相手のシュートが胸に当たってしまって、でその時一度は起き上がるんですけど一歩二歩歩いたところで僕の意識はパンと飛んでます。この時僕の体に何が起きてたかっていうと、ボールが当たってはいけないタイミングでボールが当たってしまったっていう状況です。心臓がこういう感じで運動してると思うんですけど、こう心臓が大きくなるこの1000分の1のタイミングで外から強い衝撃を食らってしまうと心臓がこう痙攣してしまいます。それが心臓浸透という状況で、2歩目歩いた瞬間に心臓が痙攣し始めて僕の心臓は止まりました。
ボールが当たった瞬間は意識があって、立ち上がって2歩目歩き出す、倒れるまでは意識があります。当たった瞬間っていうのは、ま、距離も近かったですし、シュートの威力も強かったので相当痛かったんですけど、ま、今までサッカーやってたりフットサルやってたら、ま、何度も食らったことあるような強さだったので、まさか当たった瞬間この後自分の心臓が止まるなんてことは思わなかったですし、で普通に立ち上がれて、ペナルティーエリアの中だったので審判の方が、まあ、手に当たったという判定で PK を指したんですね。で僕はなんで PK なんだよ、胸に当たったのにっていう感覚があるぐらい、倒れる瞬間までは意識があります。当たって倒れた後、次目を覚ますのはコートの上でした。なんかうるさいなと思って目を開けたら、チームメイトが僕の名前を、もう鼓膜が破れるんじゃないかぐらいのすごい大きな声で叫んでくれたんですね。シャーシャーって。でなんでうるさいなみたいな感じで僕の意識が戻った感じです。で目だけ開く状態、目だけ動く状態で、え、何やってたんだっけっていう感覚があって、でその時に特に痛いとか苦しいとかっていう感覚はありません。で、え、なんでここで僕こんなチームメイトに名前呼ばれてるんだろうって、でみんなが僕のことを注目していて、なんか恥ずかしいなっていう感覚があったのはすごい覚えてます。でなんかちょっとずつ血が巡ってくる感じがして、あ、そういえばスライディングして PK っていう判定受けたなーってちょっとずつ思い出してきて、で自分の体を見たら、その時は AED って分かんなかったんですけど、もう何か繋がってるなーっていう感覚で、そしたら、助けてくれたチームのトレーナーの子が、今救急隊の人来ますからね、大丈夫、もう大丈夫ですよって声をかけてくれました。でそこで初めて、あ、自分の身に何かすごい大変なことが起きたんだなっていうのを理解して、僕としてはなんかすごいみんなに注目されて恥ずかしかったので、だんだん体中血が回ってくる感じがして、起き上がろうとしたら、あ、絶対動かないでくださいって言われて、あ、はい、すいませんっていう感じで救急隊の人が来るのを待ってました。で救急隊の人がしばらくして来てくれて、お名前と、住所とか年齢とか生年月日とか、まあ、一通り確認してもらって、でストレッチャーでそのまま病院行きますねっていう感じで、そのまま救急車に乗って病院に運ばれました。で救急車で病院に運ばれて、病院に着いて病院の先生から心臓が止まって、でも、トレーナーの子が心臓マッサージと AED での処置をしてくれたから君は生きてるんだよって説明をしてくれて、しそのトレーナーの子が早く気づいて心臓マッサージと AED をやってくれなかったりしたら、君はここで生きてることはないし、もしコートに AED がなければ、まあ、絶対に君はここで生きてることはないよって言われて、そこで初めて実感して、うん、血の気が引いて涙がボロボロ出てきました。何の涙か分かんなかったんですけど、まあ本当に死んでも僕はおかしくなかったんだな、助かったのが奇跡なんだなっていうきっと感情だったんだと思います。血液検査だったりとか、あとは心電図の検査をして、でその日は入院しました。で次の日のお昼には特に異常がなかったので退院しても大丈夫ですよっていうことで退院をしました。で病院の先生に、いつぐらいからフットサルしても大丈夫なんですかって聞いたら、もう特に本当に異常がないので、まあ心臓が止まらないように気をつけながらフットサルをしてくださいとしか言えませんっていう感じで、本当に処置が早かったからこそ次のお昼12時には退院できて、何にも制限、まあ、障害が残ったりとかっていうこともなく、よく言われてるのは、1分処置が遅れるごとに
10% 生き返れる確率が減るって言われていて、まあ、5分経ったら 50% で、だんだん生存率も下がりますし、生き返ることができたとしても障害が残ってしまったりとか、また運動制限がかかってしまったりとかっていうことがあるんですけど、僕の場合は本当に倒れてすぐにトレーナーの子が気づいてくれたので、今もこうして生きてることができるし、今もこうしてフットサルを楽しくプレーすることができてます。